はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。子育てと小学校受験です。それでは西荻フレンドリースクール室長の今度由美先生、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと噛んじゃいましたね。はい、よろしくお願いします。はい、子育てと小学校受験、こちらはまあみんな分けて考えてる方意外と多いかなと思いますね。意外と多いですね。うん、まあ1月からね、こう長いことまあ、YouTube をね上げてきて、でまあ私たちもね再生回数というのは見て、まあ、一応は見てるんですけれども、ただ面白いなと思って学校名が出たりとか小学校受験ってつくと、なんか皆さんご興味があって見るんですけれども、子育てってつくと、あ、なんだ子育てかってこういうふうに思われてる部分があるのかなってこうちょっと思ったりするんですけれども、でも私たちがなぜ子育てを挙げているかっていうと、はい、小学校受験って実はその裏は子育ての集大成なんですよね。だから子育てとしてどうやったらたくましく子どもがなっていくかとか、どうやったらものが考えられる思考力のつく子になるかって、実はそういうことを結構この300本近いんですかね。はい、300本も取りましたね。取りましたね。その中でよく探してみていただきたいんですけれども、子育てについて結構書いてるんですよ。はい、例えば、まあ、生まれてからね、この方どういうふうにして考えて育てていくか、まあ、2歳っていうのはどういうもんなのか、コミュニケーションの取り方だったり、すごく私と慎介で結構言ってるつもりなんですね。はい、イヤイヤ期についてとかね。イヤイヤ期についてとかって。でもそれは小学校受験に関係ないわけじゃなくて、はい、そういうイヤイヤ期をどうやってイヤイヤ期を通り越していくか、どうやったらわがままではない子に育つか、はい、どうやったらちゃんと周りを見る子に育てるか、ね、どうやったら協調性のある子に育てるか。実は小学校受験云々というよりも、やっぱり試験の内容を見てもそうですよね。きちんとしてはいけないということをちゃんと守れるかどうか、それから自分が我慢して人に分けることができるかっていう、それもほとんど親の育て方なんですよね。そうですね。はい、だからよくね、まあ、最近あまりないですけれども、自由遊びで、じゃあ皆さんこのグループとこのグループでよく女子校なんかをままごとしてくださいって、はい、言われたりするんですよね。はい、でその時に女子校でなんでおままごとさせるかっていうと、その先生たちがおっしゃるには、そのね、おままごとをさせると家庭が全部見えるんです。あ、お父さんをないがしろにしてる人、ね、お父さん威張ってる人、あ、このうちなんか自分が何らかの係になるわけですよ ね。 なるほどね。それで、うん、ある女子校でそのおままごとをする上にどうしても父親が必要なんですよ。はい、それでもちろん誰もお母さんにはなりたい、お姉さんにはなりたい。それで、まあ、うちの生徒がそこに加わってたんですけれども、でうちの生徒はまあそういうふうにちゃんと練習してるので、もう揉めたらその中に入らない方がいいと。じゃあ人気のないパパ役を引き受ける。パパ役じゃないんですよ。その子はもうそこで揉めてるから、誰がお父さんになるかって、はい、そこでうちの生徒は私犬でもいいとかね、私赤ちゃんでもいいとか、なんかそんなようなことを言ったみたいに、誰もやりたがらないものをその子はやったんですよ。ところがそこが大揉めに持って、はい、カトリック系の学校だったんですけど、最後誰かが、じゃあお父さんはね死んだことにしようって言った。それまたすごい発想とか思って、ね、もしかしてあなたそこに入ってなかったよねって言ったら、私は聞いてるだけだったけど、そういうふうに言った子がいたっていう。ね、いや絶対それは言ってはいけない、うん、だから何かしらそのうちっていうのは家庭に問題があるっていう、うんうん、そうですね。だからそういう意味で子育てっていうかね、例えば余ったものをこそっと隠して持っていっちゃったりとか、いやね、大変なものはみんなで分け合うんだよとか、とね、自分に言われて嫌なことは人には言っちゃいけないよとか、そういうこう家庭の中できちんとしつけをしてないと、ね、実際試験って親から離れてるわけだから、何をやったって親に見つかるものではないと。そうなるとこう、だから自由遊びっていうのはなかなかなもんなんですよ。
はい、もうみんな素が出ちゃうから、もう人の嫌なことも言ったり、あの人を中傷したり、おそらくそういうことは起きてるんだと思うんです ね、 そうですね。ただ先生は注意するわけじゃないので黙ってそれを見てるという、はい、だから子育てだからね、ああ子育てのこと今日喋ってるんだ、じゃあ受験に関係ないねっていう、そういう問題じゃないんですよね。そうですね、うん、だから子育てに、子育てっていうのはなんていうのかな、もうその小学校受験っていうのは親がその6年間、生まれてから6年間どうやって子供をね育ててきたんだろう、うん、こんなわがままな子になるのはね親がそうしたんだろうとか、うん、でやっぱりトイレに行きたいって言ってもこう言えないで漏らしちゃってる子とか、そうですね、そういうのもやっぱりそういう困ったことがあった時は先生に言うんだよっていう、そういうやっぱりしつけがなされてなかったりとか、そういうことって6年間の私はもちろんね幼児教室でのペーパー指導なんてそういうことは大切かもしれないけれども、最終的に見られてるのはどう親が育ててきたか。そうですね、だから本当にその成績が良ければってだけじゃなくて、総合的なそのバランスよく育ってる子供がこうやっぱり求めてるってことなんでしょうね。もうやっぱりそうですよね、この子って欲しいなとか、だからまず見てることはたくましいか、はい、多少のことじゃめげないか、やっぱりそれと人と協調できるかどうか、人の意見も取り入れられるか どうか、本当に仲良くできるかどうか、そしてちゃんと勉強に対する意欲があってきちんと人の話が聞けるかどうか、本当におしなべるはそれだけなんですよ。ひらがなが読めようが、カタカナが書けようが、漢字が読めようが、割り算引き算足し算、そういうものがね計算ができるとか、そんなことね絶対求めてないと思うんですよ。それはもう入ってからやる、入ってから十分私たちがやりますよ、余計なことやらないでくださいっていう、だから例えば6個もらいました、飴もらいました、はい、後からお母さんが3個持ってきました、全部でいくつになりましたか、その数だけ丸で書いてください、丸で書いてくださいって言ったら9個書くんですよね。でも子供によっては 6+3 だから9とか書いちゃう、うん、数字をね、もうそれは罰ですよね、いくら足し算できても、うん、丸で書いてくださいって言うから9個丸が書けなきゃダメ。そうですね、そういう意味で人の話がきちんと理解できるかっていう、うん、それは全てやっぱり親のしつけっていうことがあると思います。だから勉強ばっかりさせて勉強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 って、でも大事なそういうたくましさだったり譲る精神だったり、そういうものを置き去りにしてはね小学校受験は成り立たないっていうことなので、ぜひ私たちもこれから子育てについてもね、配信したいな、でこれはやっぱり私が30年間子育てをしてきたやっぱり集大成だと私も思ってるので、うん、こうすればこういうふうな子供になっていくんじゃないかっていう、はい、まあそういうことも含めてね、うん、これからいろいろお話できたらと思いますので、はい、それは受験と関係ないわじゃなくてね、そうですね、ね、ぜひ聞いていただきたいと思います、はい、ぜひ、ね、聞いていただければと思います、はい、よろしくお願いします。そうやっぱりね、再生回数とかもガクンと下がるんですけど、でもやっぱり大事なことだから続けましょうって言ってるんですよ。そうなんです、私たちは、うん、小学校受験のためだけにね、うん、フレンドリースクールをやってるわけじゃなくて、私たちの考え方っていうのは、まあ世の中にやっぱり役に立つ、きちんと社会に貢献できることも、悪いことするんじゃなくて、うん、善悪の区別もつけられて、それって全部幼児期に関係あるんですよ ね、 そうですね。それで学校の名前だけにこだわらず、本当にその子がねそこの学校で楽しく小学校を終え、その先ね中学受験するかしないかっていうのはもうどんな小学校に入ったって長ない小学校かもしれないけれども、でもちゃんと文部省の家庭はやるわけだから、はい、そこから先ねやる気になるかどうかっていうのは、やる気になれば中学受験が成功できるし、だから私たちはそういうやる気のある、やる気を最後にね出せる子どもを作っていきたいっていうか、指導していきたい、
それって本当に幼児期なんですよね。そうですね。今やる気を持ってたくましく、はい、進んでいかないと本当に先行ってね、中学受験どこじゃないですよね、うん、もうやる気なかったらどんなにもうお尻叩いたって、ね、もうね、10歳以上になったらそれは無理なので、うん、そこまでの間に子供をねやる気にさせるっていう、はい、そういう指導を心がけてるので、ぜひそういう部分もね私と新助で語っていきたいと思いますので、はい、ぜひね、はい、もちろんマスターもですけど、あ、もちろんです、はい、そう、みんなでね、はい、今フレンドリーではそういう努力をしております。はい、はい、まあ、ちょっといらない補足かもしれません。マスターってね、聞き慣れないかもしれません、はい、教室内ではマスターってあだ名で通っております、ね、実は、はい、マスターというぐらいだから何でも、はい、フレンドリーのことはよく知ってるという意味ですね、はい、まあ、そういう意味ですね、はい、ちょっと一応の補足でした、ありがとうございました。はい、はい、では教室からのお知らせです。フレンドリースクールでは1歳6ヶ月から年長さんまで各クラス、生徒さんを、ね、募集しております。やっぱりその丁寧に学んでいく、丁寧に育っていくことをね、大事にしておりますので、やっぱり小学校受験だけではなくて、総合的に学んで身につけて育てて、その中で受験もあるということですね。そうなんです、はい、だから結局私たちは、うん、そういうね、できないから親にペーパーをさせてくれ、ペーパーをやってくれ、2時間ね家で勉強してくれ、そういうこと言ってはいないです。やっぱりそれじゃなくて中身を育てていくっていう、はい、それが結果的にみんな合格してるっていうことは間違った方向性ではないんだなって私はいつも、だから子育てと小学校受験は関係があると思う。そのね、小学校受験の部分はもちろん私たちが引き受けて、子育ての部分はこうした方がいいよっていうことを私たちはいつもアドバイスしながらお家でやっていくって、そういう意味でのこう両輪じゃないですけど ね、 それで走っていくみたいな、はい、そういうところなので、ぜひ一度いらしてみてください。はい、体験授業も受付をしておりますので、教室にね実際来てみていただければと思います。お待ちしております。はい、はい、連絡先です。0333900750番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、西荻フレンドリースクールでは今後も小学校受験、幼稚園受験、海外での教育など幅広くお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。